ケープドール置いてったね、結局ね。うん、えらい。じゃあということでいきましょう。スケープドール後で売る映像も見せますね。もういいよね、スケープドールなんて持っててもあれでしょ。間違えたよ、邪魔なだけでしょ。俺は間違えたよ。だって死んでなんぼでしょ。ほんとだよ。ゲームっていうのはね、死んで覚えるから、その時にここで死んだ、じゃあ次どうするっていうのを考えるのがゲームっていうもんなんだ。格ゲーでもそう、死んで覚えると。リプテン、皆さんももそういう形でいきます。こういけばいけるんじゃないかっていう脳みそが働くわけだから、うん、だからこの時にこうしておけばっていうことをは、あの次の時にやっぱりあの、まあ、簡単に言うと失敗は成功のもとっていう言葉がまさしくにまさしくゲームに当てはまる、うん、脳みそっていうのは進化していくから。そう考えれば考えるほどシワが増えます、脳みそがね。でも悩む顔をすればどんどん顔にシワができます。そんなあなたにこれ。あ、どれぐらい、その経験値。結構いってる。おお、2万か。ほとんど2万じゃっす。間違えたよ。じゃあ大丈夫か、俺もやっちゃっても。うん、むしろやんなきゃまずいな。道中でレベルアップは気持ち悪いよ。はい、8時になりましたみたいな感じになるから。あ、なりました。うん、じゃあということで今回このおしまいして、またレベル1から始めたいと思います。なんでだ。そろそろやっと俺たちベリーハードの時代も終わり、言ったら俺一人でやってた時期もあったけど、よし、やっと俺たちにもアルティメットという時代が、うん、2人で行けるアルティメットという時代が来ました。そうですね、どうでしょう。やっとですよ。そうだよ、2人でアルティメット行くって結構夢だからね。うん。やっぱこう一変するじゃん、見た目が。あ、これでこっちかな。ストップ、今経験値どれぐらい。大丈夫か、大丈夫か。9000とか。ロー、すごい距離届くな。はい、俺とこ見たら範囲でかすぎるよ。範囲広いぞ。おかしいでしょってぐらい。よし。俺が倒したっていいのか。12000。今12000。大丈夫かな。こいつロボット言うね。お前神殿の時3000いったじゃん、俺ら2人で。あいつポンコツロボットだから。俺もダメだ、デュガーさんの真似かしら。ポンコツロボット忘れちゃった。ごめん、出なかったわ。ポンコツロボット、よし、来た、やっと来た。ポンコツロボット、おい、2時だぞ、もう夜中の。ほんとだよ、30もね、0時から始めたけど2時間ぐらいかかってんの。もうデフレートね。俺らこそポンコツやん、やるよ。あと1個全部。え、遠いよ。誰は俺のこと強くしてくんの。あれ、ポンコツってどうだ。高い、ポンコツロケットが飛んでくる。ロケット言うな。あの紙コップが飛んでくる以上、こいつは俺がとどめとく。今すぐ死ねえ。あ、ごめん、間違えた。死ねえ。あ、一体迫力満点。倒した。ダーン。あ、回復させようか。いいよ、じゃ回復させようかって。いいよ、大丈夫。遠慮すんなよ。遠慮はしてねえよ。前が殺しちゃダメだったからね。まずいよ。あとこれ一番使うね。あなたは500、5000だ。これ2人同時に行くね。でもまずい、俺もそろそろ行く。まあでもいいか。でもあっちの方だと第1形態第2形態でハコさんが結構やるから、そんなに休憩値ももらえないしね、あいつ。あそこもらえんの、第1形態第2形態で。もらえんじゃん、あのちっちゃいやつが。あ、ちっちゃいやつだろ。うん、だよ、そうだよ。第1形態、あ、見なさいね、俺頭の中でも第4形態まであるような勢いだと。1の足しなみで、で、第1形態、第2形態であるから。なんだって、ラフォイエしてるんですか。うわ、来たー、来た、出たよ、出た、出たよ。よっしゃ、待ってましたー。うわ、キモ。あ、ごめん。かっこいい。かっこいいと思った。どういう能力。それ、あの、グランツが強くなるの。グランツ、今のこの状況で使えるかどうかわかんない。
1.5 倍とかだよ、 1.2 倍か。ちょっとあの一旦戻って装備を整えてます、うん、折れてるパイプ5個持ってるからね。上がったね。ぐる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 パコン、ありがとう、来ました。ありがとうか、まだっけ、ねカマだっけ、カマだね、来ました。もう行きますよ、ベリハだよ、よし、ぶっ倒す。お前はもう死んでちょっとねドキドキしてる。いて、あの見えないんだ、どこにいるか、いた、やばいやばい、この集団ねやばいんだよ、一発の攻撃力が。集団でやられるとだいぶきつい。あれどこだ、あっちにある、あーもう届かん、あかん、痛い、パッコンパッコンやられてる。多くねえか、多いな、そうだ、あった、奥にあった、オッケー。怖いんだよねダークフォルスってさ、俺敵の中でも俺がいる、やばい、お前あれだ、お尻の中にライドオン、いやあー、もうここでゲームオーバーだけどな、ほんと、うん、実際ね、任しとけ。うわ、ハンドガン、赤のハンドガン超強い。このちっちゃいの俺に任しとけばいい。オッケー、お願い。ラフォエで、だって、あの、ゾンデ効かないでこいつら。マジか。そう。いやー、そうだ。全然楽だ。うん。あー、普段回復しとくか、俺。怖えわ。でもやっぱあれだね、HP あるね、俺ら。結構俺高くなったでしょ。うん、450あるから、450以上あるから。400、そうだね、70ぐらいだ。おーっと、こ見てんだ、やべえ、もう終わったし、俺のマグの攻撃のやつが早くも終了だす。さあ来るぞ、天罰とかいろいろ、もうちびすけうざす、天罰来る前に殺しに、もうどこ俺、どこここ、角に追い詰められた、こんな苦しいことない、俺も違うとこ今を赤ちゃんにするから、終わり終わり、さすがアクさんだよ、立派なものをお持ちで言うなってその。よいしょ、片付けるぞ。でこれが、こんにちは、当たんなかった、チキショ、あこれね近くにいちゃまずいんだよね多分、俺らね一緒にいるから、あの2回ダメージ食らってみたいなもんなのかな。よし俺攻撃合わせて、よし、ゼルにザルはしないと。よし、ナイス、防御力、防御力、マジ徹底活動、ホワイテルなんだね、あのね今だよ、マジで何を今さら、そういえばホワイテルだったな、全然倒れないね、あなた、俺こう遠い距離でいいや、400入るよ、ハンドガン強、500近くいくね、いやー、赤のハンドガンってほんと立派、よし、ちょっと離れて、あら珍しく固まんなかった。大丈夫です。近く来て。私離れてます。じゃあもういいや。いや、あれなんだよ。ここにいれば食らわないわ。天罰食らわない位置に。なんだろう、もう情けを捨てる。俺も近づいてぶっ放す。よし。リメント使えばいい。HP 吸収。何今叫んだ。HP 吸収。俺吸収された。はい、270。すごい。俺の200。俺のハンドガンの一発だもん。ほとんどね。それにプラス10。初めてじゃん、HP 吸収って。あの、ここはね、ここが簡単だからいいんだよ。次だよ、問題は。そうなんだよね。ババチョップが強すぎるんだってこと。こいつ何が、なんだっけ、フォイエだよね、最終的に。フォイエだね。だからラフォイエとかじゃなくてフォイエなんだね。もうすでにこのダメージ量。あれ生きてるー。かかってこいよ。バカめ、近づいてきた、お前が最後の末路だ、最後の末路なんて言うの俺、もう疲れちゃった、よっしゃー逃げろー、ちょっとこれさー、やっぱゾン、ギゾンデの方がいいのかな、痛い、ギゾンデの方がいいのかな、どっちなんだろう、ギゾンデって試してみたら全然ダメージ食わないね、おはっ、そのババチョップ今のが1300、痛い、危ねえ、全回復しないと、やっぱ重みがあるな、でも遠くて当たんないからさ、近く来たらギゾンで、よっ、当たり判定よ、そうだ俺これこうしてた、俺もうできるタイミングの時、あれがなってるんですね、何が、青いやつね、でもそれでも全然
ダメージ量はそこまでだな。やっぱりそんなないな。余裕だな。え、まさか。うわ、お前かよ。だってダメージ食らえさせねえよ。一発打ってみようか。ゼロでした。一発打ってみようか。痛い。うわーい。いいダメージ。あ、メキドだ。メキド。あぶねえ。クランツってるでしょ。でこいつさ、ひどい話さ、直すじゃん。じゃあ今回は許してやんよみたいな感じで。そう、速攻ババチョップするからな、こいつ。ババチョップの精神なくしてくんねえかな。お前がどんだけ離れても背中を。こいつはもう、キラキラしてんだ。こいつもう絶対負けんじゃん。あ、でも結構ダメージ入ってるんじゃない。うん、あ、食らった時のエフェクトがいっぱいか。もう、俺ら、あれじゃない、勝ち確でしょ。勝ち確で。負けることはね、こいつも泣いてるよ。負けることはね。もうなんで負け試合やんなきゃダメなんだっつって。やめて、やめて。大丈夫大丈夫大丈夫。ギリでやったから。箱さんもね、頑張っております。どうなんだろうな、背中もキラキラしてるのかな。めっちゃ俺行くじゃん。全員に行くのか。1万30ですよ、あと俺1万30レベルアップで。よせ。ダメージ、相手も無だけど、ね、ダメージ食らわない方法として使いました。入ったりしねえかな。いないします。よあらー、なくなる、たばれ、なくなった。あー、くそー、ゼロ。あー、入らなかった結局。よしと。いや、おいしいじゃないか。頼むからさ、お、あの、乗り移るの俺にしてくんねえかな。あ、ありがとうございます。じゃあ、ずっとこい。よっしゃい。背中にポイで一発加えて落ちて、やれ、ポーン。ポーン。そのタイミング、なんちゅうタイミングのことだ。よっしゃ、ベリーハード終了。よし、やっと終わった。俺のさ、格好がさ、プロレスラーだもんな。タラッタラッタ、燃やしました。PS1 は燃やしますか。ありがとう。85と80。はい、精神力が142ですね。よし、やっぱここで終わるのが一番だよ。はい、さ、じゃあということで、今回無事にベリーハードが終了いたしました。はい、終わりました。ハウさん、そして80レベルの台に俺たちはとうとうなりましたよ。なりましたね。ということで、次回からは、はい、アルティメット編。そうですね、エピソード1、まあ、次回は森からやっていきたいと思います。はい、ということで今回はここでおしまいにしたいと思います。はい、これからもよろしくお願いします。お願いします。そろそろ100レベル台に行くぜ。Yes、ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。やっぱ前に比べてさ、レベルの差が縮まったよね。縮まったね。